こんにちは、江戸です。今日はストレートネックの改善法をお伝えしたいと思います。まずストレートネックと言いますのは、これ骨なんですけども、首の骨がストレートネックということですから、ネックというのは首のことで、ストレートというのはまっすぐという意味で、横から見た時に首の骨というのはこういうふうに後ろへこういうふうに湾曲していますが、ストレートネックというのはこのまま湾曲せずにこうまっすぐに一直線になってしまっていることをストレートネックと言います。で、この改善方法としましては、まず2つのステップがありまして、まず1個目の原因として胸の位置ですね。ここの位置がこう下がっていると、どうしても頭が前に出てしまいます。で、そうすると首がまっすぐにストレートになってしまいますので、まず胸の位置を改善して、それから首を調整していくというふうに2つの段階でやっていかれるといいですので、今日はまずこの胸の位置を正しい位置に戻すという方法についてお伝えしたいと思います。このやり方は万歳法というやり方になります。こういうふうに万歳をします。ゆっくり上げるといいです。で、そうしますと胸の位置がこういうふうに上がってきますので、胸の位置が上がったまま手を下ろすと、そうしますと胸が上がったような感覚がなんとなく得られると思います。ほとんどの人は万歳をしたときに胸はこういうふうに持ち上がるんですけども、手を下ろすときに胸までこう下ろしちゃいます。で、そうするともったいないですし、胸の位置が正しい位置にならないですから、まず万歳をして胸がなんとなくこういうふうに引き上がった状態になると思いますね。ここを胸ぐらつかまれているかのように、持ち上げ、なんとなく持ち上がったのを維持したまま手だけ下ろしていきます。そうしますとなんとなく胸が持ち上がったような感覚になると思いますので、これを繰り返していただくと、胸の位置がこうなっていたのがこういうふうに上がってきます。そうすることでこうなって、首がストレートになってたのが胸が引き上がることで、自然と頭が胸の上にですね、しっかり乗るようになって、こういうストレートがある程度改善されていきますので、まずこの万歳法をして胸の位置を正しい位置に戻してみてください。ストレートネックの改善法2つ目は次の動画でお伝えします。